人間の限界を超え空高く舞い上がるスポーツ、棒高跳び。その中で毎年のように自己の持つ日本記録を更新し続ける澤野大地選手。上に飛ぼうというよりは前に飛ぼうという意識の方が強い。前に飛ぼうという意識の方が強い。全部前にボーンと、全部前にボーンとぶつける感じでやってるんです。これが反り反ってまして、非常に衝撃をまともに受けるような。これが反り反ってまして非常に衝撃をまともに受けるような。跳躍フォームに記録更新の謎が隠されているのでしょうか。澤野選手の秘密に荻原さんが迫ります。こんにちは、荻原継晴です。さまざまなスポーツを科学的に分析するこのシリーズ、今回は棒高跳びを取り上げます。皆さんも記憶に新しい2004年のアテネオリンピック、そこで日本代表としてこの種目20年ぶりに決勝進出を果たした澤野大地選手。彼がこの快挙を成し得た裏には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。今回は棒高跳びを分析します。棒高跳びは非常にシンプルな競技。ポールを使って前方にあるバーを飛び越せばいいのです。競技の発祥はもともと棒を使って小川を飛び越していたことに由来すると言われています。1936年のベルリンオリンピックでの大江選手と西田選手、互いの健闘を称え合い銀と銅をつなぎ合わせたメダルは友情のメダルとして今も語り継がれています。その時代に使われていたのが竹で作られたポールでした。今ではグラスファイバーが使用され、およそ5メートルの長さで勝負を競うようになりました。しかしポールには長さや材質に制限がなく、今後もさらなる高さへの挑戦がなされるでしょう。ここは澤野選手の母校、日本大学陸上競技場。ここで棒高跳びのいろはを学びます。さて澤野さん、はい、棒高跳びというとですね、こう我々見てるものにとってはポール一本でよくもあんな高いとこ飛べるなっていうふうに感心するんですけど、はい、まあ、もちろん高い身体能力は必要なんでしょうけど、はい、どんな要素が必要なんでしょうか。棒高跳びって陸上競技でありながら体操競技でもあるんですよ。陸上競技でありながら体操競技でもある、はい。普通の短距離の選手の場合は速く走ればいいわけですね。そうですね。棒高跳びの選手速く走れるだけじゃダメだし、幅跳びの選手みたいに踏み切り飛ぶ技術も必要だし、その後空中に行ってからは体操選手のような身のこなしというか全身のバランスがとても必要なので。あ、そうですか、はい。ちょっと今澤野さんにこれポールと呼べばよろしいですかね。はい、ポールで今こちらに持ってきていただきました。これはまた長いですね。これで今5メーター10ありますね。5メートル10ですか。はい、これちょっと持ってみてもいいですか。これどうぞ。これはあ、重たい。はい、重たいですね。これ思ったよりどのくらいありますか。いや、1本は3キロぐらいなんですよ。あ、3キロですか。ただ3キロのポールを一番端っこを持って持ち上げるんで、じゃあちょっと真ん中の方を持ってみてもいいですか。はい、そうですね、まあこのぐらいの重さですと何でしょうかね、物干し竿ぐらいの重さでしょうかね。はい、でやっぱりこれをこう端っこでもかなり重さを感じますよね。はい、こんな感じでしたっけね。そうですね。あれ上がんないですよ、これ。うお、これも持って走ってるんですか。はい、もうこの状態で腕がこれは大変だ。僕は小学校低学年の頃、はい、体操選手だったんですけども、はい、少しこれ挑戦してもうできるもんでしょうか。はい、それはできますよ。はい、本当ですか。多分ちょっと不安ですけど、はい、今日ちょっとチャレンジさせてください。はい、よろしくお願いします。まずは自分が一番届くところ、はい、
でボックスの高さが20センチあるんで、はい、これよりも20センチちょっと上、上このぐらいですね、はい、はい、を持って、こうに行きますから、そうですね、そのままちょっと思い通り、思い通り、じゃあ最初こうやってみましょうか、はい、その方が楽ですよね、はい、これであそこにゴーンとついて、はい、向こうに行けばいいんですね、はい、でその時に絶対手を離さないでください、はい、で体はこっちポールのこっち側を通ればいいんですよね、逆です、え、ちょっと待ってください、こう行って、はい、こっちに行くんですか、そうです、じゃあこうついたらこっちに行くんですか、僕は、そうです、左足で踏み切って、はい、左足で踏み切って右足をビューンと、そうです、ポールの右側を通る感じです、ひとまずやってみます、はい、いよいよ挑戦かと思いきや、ちょっと待ってください、あのちょっと一度シミュレーションします、ね、いつになく緊張している荻原さん、果たして本当に飛べるのか、ここに行きます、はい、おー、超えた、うまいですよ、いいんですか、初めてにしては、危ない、本当に初めてですか、我らが荻原さん、どんなことでもやってのけるその能力はさすがの一言、今の僕のジャンプはどうでしたか、あ、もういいと思います、はい、初めてしたに、初めてやったにしてはかなりいいと思います、そうですか、はい、でもあのあれに助走をつけてここに来るってちょっと怖い感じが、助走スピードっていうものはボート高跳びに対してすごい大切なんですね、うん、なんでかっていうと助走スピードがないと、高い握りをどんどん握れなくなるんで、あ、これをこうどんどんこう長くしていくわけですね、上げていくにはやっぱり助走スピードと、まあ、あのずっとやっていくんだったら棒も硬くしなきゃいけないんで、硬いボールを、ポールを曲げるにもあの助走スピードっていうのはすごい大切なんで、なるほど、はい、国立スポーツ科学センターでナショナルチームの方々に助走がいかに重要なものか聞いてみました。私は助走があまり速くないので、そこをやっぱり重視しています。助走が一番僕は大切だと思います。やっぱり跳躍っていうのはもう最初の一歩目からもう全て流れなんで、もう最初の助走構えから一歩目がまず一番大切なところで、女子の中ではまだまだ遅い方なので、まあ、スプリント能力を上げることももちろんですけど、ポールを持った時に、ポールを持っても速いスピードで助走ができるように。棒高跳びの選手が語る助走の大切さ、では澤野選手は一体どれくらいのスピードで助走を行っているのでしょうか。澤野選手と荻原さんとでポールを持って走ってみます。スタート。澤野選手と一緒に走ったことで荻原さんはあることに気がつきました。もう走りながらどんどんこの自分の体の重心がぶれちゃって、そうですね、うまく走りませんでした、はい、やっぱり一番大切なのは体、普通に走る場合に体自分一つなんですけど、ポールを持って二つ、この重心とこの自分の重心と、一緒に一体化させて走ることが大事なんで。ここ国立スポーツ科学センターでナショナルチームの科学的分析測定が行われました。踏み切り直前の助走スピードを高電感測定装置を用い計測しました。測定を行った国立スポーツ科学センター高松先生にお話を伺います。エネルギー論的に言うと、その助走の速度をうまく高めて、で結果としてそれが運動エネルギーが大きくなるということですので、で棒高跳びの原理から言うと、その水平方向の運動エネルギーを高さの位置エネルギーに変えるっていうスポーツなので、その最初の運動エネルギーが大きくなければ位置エネルギーに変えることができないわけです。では澤野選手の助走スピードは一体どれほどなのでしょうか。助走に関してはですね、多分このシーズンとしてはそこそこの速度では走っていたというふうに思います。
でもう一人、ナショナルチームの選手が来てましたけれども、まあ、2人ともほとんど同じ速度で、まあ、走ってたような印象ですね。まあ、9メートル毎秒で走ってるので外国の選手に比べてもそんなに極めて劣るという速度ではないですし、十分戦える速度で走っていたというふうに思いますね。日本選手の中で特別速いわけではない澤野選手ではなぜ抜き出ているのでしょうか。多分助走速度はおそらく、まあ、他の選手とそんなに変わらないと思うんですけれども、踏み切りの処理が大変うまいというふうに思います。なるべくスピードを殺さずに踏み切り、まあ、突っ込み、それからポールの曲げに移るというところの、まあ、踏み切りの処理と言ってもいいと思うんですけど、そこの処理が大変うまいのかなという印象があります。さあ続いては肝心な踏み切りの動作、はい、教えてください。はい、先ほどは一番最初荻原さんやっていただいたのは、ええ、この体勢でずっと走って踏み切っていただいたんですけど、そうですね、はい、大高跳びというのは先ほども、助走でやったんですけども、はい、この体勢で走るんですね、ええ、この体勢が一番スピードも出しやすいですし、なので、はい、こっから踏み切れるように。いよいよ棒高跳びも踏み切り段階へ。指導にも熱が入ります。まずは澤野さんがお手本を見せます。よし。続いて荻原さんが挑戦。どうでしょうか。いいですね。しっかりマットの方に行くために踏み切りとかもしっかり踏み切れてるんで、はい、大丈夫だと思います。これつきますよね。はい、ついたら自分でこう飛ぶ感じですか。そうですね、どちらかというと、踏み切ってこの棒を立ててあげる感じです。イメージとしては立ててあげる感じ、ギューッと、はい、体は自分から飛び上がる感じではないんですか。いや、自分からも飛び上がるんですけども、ポールに対してこうやってしがみついていくんじゃなくて、ポールを一緒に自分も一緒に立てていく感じです。はあ、これを立てていく感じですか、はい、ギューッといってギューンと、はい、これを立てる感じですね。ボールをブーンと、はい、人一倍飲み込みの早い荻原さん、2回目の挑戦では、おお、なんとなく綺麗です。わかりました。少しですけども、はい、今までと違って今の跳躍が違ったのは、足がいろんな方向に向かずにしっかりまっすぐ、そうですね、バラバラにならなかったですよね、はい、それはしっかり力が一本になってる証拠なんで。いや、この棒を向こうの方にまっすぐ立てるっていうのすごく分かりやすかったです、はいはい、なるほど。やっぱりトップ選手もみんなそういう気持ちでやってるわけですね。そうですね、ギューッと、はい、まずはポールを立てることですね、はい、では床反力を測定するフォースプレートを使い、踏み切りの瞬間にどのように力が作用しているのか、澤野選手の跳躍を測定しました。画面上に表示される緑の線が反力です。もう一度見てみましょう。踏み切り足が着地した瞬間、反力が最大値を示しているのが分かります。この反力は鉛直方向にかかる鉛直反力と、前方向に進んでいくとき、その逆方向にかかる水平反力の合力のことを言います。澤野選手の跳躍はこの水平反力から特徴が見えると高松先生は言います。水平方向のブレーキとなるその水平反力を減らして、なるべくスピードを殺さずにポールの曲げに移行できると。ですから、比較的その踏み切ろうという意識が強いと、どうしてもその水平方向の力が大きくなってしまってブレーキになることが多いんですけれども、彼の場合は上に飛ぼうというよりは
前に飛ぼうという意識の方が強いというふうに表現するのが妥当かなというふうに思います。では実際に澤野選手はどのような意識で踏み切りの処理を行っているのでしょうか。僕の場合は、自分の意識として助走のスピード、助走してきてずっと来たスピードを全部前にボンってぶつける感じでやってるんですね。前ですか。はい、とにかく前に行く感じでやってるんですね。はあ、でも日本のトップの選手とか例えば高校生とかはもう少し上のイメージでやってるんですね。上に踏み切るというイメージで、はい、それだと僕の場合はポールに十分な力を伝えることができないんですね。あ、そのやり方だと、はい、ですので前にというか、うん、はい、でも前にっていうとかなりここ腕に力がかかるんじゃないですか。だって体はもう前に行こうとするわけですよね。そうですね、そのスピードとか全部が手にかかるわけですから、だからもう手がボロボロになっちゃってるんですけど。あ、すごいですもんね。今こちらもこうね、はい、抜けてるところもありますけども、はい、それだけこの右手にかかって、はい、力はかかりますね、はい、前ですか。僕は無理ですね、はい、無理ですよね、はい、そのまま本当前に行っちゃいますよね。そうですね。とにかく荻原さん一番最初の初心者の方はポールを立てること、ええ、これを意識していただいて。わかりました、はい、澤野選手の跳躍を詳しくデータ解析されている日本体育大学の林忠夫先生にお話を伺いました。ポールに対して直角方向にこう与えてもそれはポールを曲げるのに使われないで、ポールを立てるのに使われるだけなんですね。一方、ポールを曲げるためにはポールに対して長手方向への力を加えることで初めてポールが曲がるわけです。上に飛ぶとですね、一旦位置エネルギーに変換しますので、それまでの間はまあ曲がりが少ないわけですね。でそこから重力で、重力の方が打ち勝ってきて重心はこうだんだん下がる方向になる。その場合その力を利用してこう曲がっていくわけですね。ですから一旦上がって曲がって伸びると。一方前へ飛びますと進行方向の運動エネルギーをいきなりポールを曲げる方向に曲げるのに使えることができるという利点があると思います。で佐野君の場合は前方向へ飛ぶことでいきなりガツンと曲がってポンと飛ぶということになります。エネルギー変換率のことを考えるとやっぱり位置エネルギーに一旦変換するよりもやっぱり佐野君のようにいきなり曲げた方が有効じゃないかと思います。さらに澤野選手の踏み切りの瞬間には他の選手との大きな違いがあるといいます。普通の選手の場合はポールがボックスに当たる瞬間はまだ自分の頭の上に箸ですね、握りがあって、その後自分の体が上へ上がりながら前方へ回転していってポールに近づいていくというふうになりますけども、佐野君の場合はもうポールがボックスにぶつかった瞬間にすでに体がポールに近く、肩および、体幹ですね、これが反ってまして、非常に衝撃をまともに受けるような、体勢になっています。これは2003年の日本選手権での澤野選手と当時の日本記録保持者小林選手の跳躍をデータ解析したものです。ボックスに当たる瞬間の2人の跳躍を比較してみると澤野選手の方が体を反らしているのが分かります。ポールがボックスにぶつかった瞬間から、ポールに運動エネルギーが伝わるんですけども、その時に、重心が、ポールから離れている、まあ、一般的には、ハッシュが頭の上にありまして、この状態でぶつかりますと、重心は前に行こうとしますので、自分の体を回転させてしまう方に使われるしまうんですね。一方これが、最初から反りまして重心がポールに近い方向にいますと、重心の動きがそのまま、ポールを曲げる方向に使われることになると思います。
姿勢を保つスタティックな力ですねよりも、引っ張られるのに耐える力、エキセントリックな力といいますけども、そちらの方が、非常に大きな力を発生できるって言われてます。ですから澤野君は、インパクトの瞬間に起きる衝撃的な大きな衝撃に耐えるために、いきなりエキセントリックな力を発揮できるように、こういう姿勢をとっているんだと思います。澤野大地選手、驚異的な記録の裏には彼独自の跳躍フォームに秘密が隠されていたのです。さて鉄棒の前にやってきましたけども、はい、これを使って、はい、先ほどおっしゃってたその体操的な要素のトレーニングをされるんですか？はい、そうですね、鉄棒は一番よく使う補強にもなるんで一番よく使う、練習ですね。早速、はい、一体どういうことをやるのかちょっと、教えてもらいたいんですけど、はいはい、なぜ鉄棒って取り入れてるかっていうと、はい、棒高跳びって足が地面についてない状態で力を使うことが多いんですね。はい、わかりますね、こう飛び出してギューっていく時ですよね。はいはい、その時に、こういう足がぶら下がった状態で何かをやるということが一番多いんで、はい、まあ、これで倒立するわけですよね。結局はこういうふうにぐわっと上に行くわけですよね。はい、じゃあやってみますね。ここでいいですか？はい、できんのかな。ちょっと振って、はい、こんな握りでやったことないです。ちょっと待ってください。これで逆上がりすればいいんですね。はい、できた。はい、これぐらいはまあどうにかできましたけど、と今の荻原さんの逆上がりがですね、ただの逆上がりなんです。はい、そうじゃなくてですね、普通のはダメなんですね。振って、あ、この少し動いてきたところにさらにこう腰のなんか反動を使って、はいはい、これを、はい、もう必ずそのトレーニングの中に入れてるわけですか？入れてますね。試合前とか特にイメージ付けで完全にこのここのスピードがすごい大切なんで、あ、振り上げる先ほどのこの振りの、はいはい、じゃあやっとかないとダメですね。もう一回いきますよ。ちょっと軽く振って振って、はい、さらに、そうですね、あ、だいぶ良くなります。いいですか？はい、よし、なんとなく、はい、こう振ってここでさらに後ろからギューンっていうと感じですね。はい、はあ、ああいう感覚が実際ポールを持った時にも必要になってくるんですか？地面から足が離れた時にフッて持ってくるのがつながるんです、ね。はあ、世界記録保持者のブブカ選手なんて言いましたよね。はいはい、鉄棒とかやってなかったんですか？いや、ブブカ選手はやってましたね。絶対に体操競技上がりで、あ、そうですか。はい、釣り輪と鉄棒はすごいやったみたいですね。はあ、はい、あ、釣り輪はもう、まあ、こういう状態で、はい、ぶら下がって、はい、この振りとギューンっていうのは、そうですね、はい、で釣り輪の方が細かい筋肉いっぱい使うんでいい補強にもなるんですね。あ、はい、まさにこれ体操ですもんね。はい、陸上の走るだけの選手はこれまず必要ないですもんね。そうですね。ナショナルチームの選手の方々にも聞いてみました。私は釣り輪をよく多くやってます。棒高跳びに必要なスイングですとか、まあ、振り上げの練習はよくやってます。棒高跳びってすごい耐える筋肉が必要なんですよ。もうポールに持っていかれないようにグッと耐える、そういったグッと耐える何秒こうずっと静止したりする動きですとか、あとやっぱりその振り上げとか重視してやってます。空中感覚を養う意味では機械体操なんかも少しは取り入れています。オーソドックスなのが、まあ、釣り輪とか平行棒とか鉄棒ですよね。なんかこう感覚が似てて、まあ、補強とかそういう意味ではすごくいいものだと思います。空中動作も学んだ荻原さん、今までのことを踏まえていよいよ最後、高さへの挑戦です。こちら高さはいくつでしょうか？これは2メーターになります。2メートル、はい、僕の身長より30センチ高いです。はい、頑張ります。はい、簡単に飛べると思います。いやいや、
とにかくチャレンジあるのです。はい、頑張ってください。はい、澤野選手の記録に比べればわずか3分の1程度の高さ。しかし初挑戦の荻原さんにとっては大きな壁です。はい、おお。超えましたか？体超えてました。やったー。澤野選手も驚くこの跳躍。今日一日学んだことを全て出した見事な跳躍です。やっぱりあれですね、今日はいろいろ教えていただきましたけども、はい、その走る、スプリント能力、はい、そしてこの体操競技のような、はい、要素と、はい、あとまあいろんなさまざまなことがやっぱり、はい、奥が深いですね、このスポーツは。そうですね、一番やることが多いというか一番考えなきゃいけないことが多いんで。そうですよね、はい、それが魅力です。今僕もですね、まあ、たったの2メートルですけども、はい、やっぱりスタート地点でですね、はい、いろんなことを頭の中整理していかないと、はい、スタートできないんですよ。そうですね、はい、ちょっとでもなんか自分自身に引っかかりとか、何か不安なこととかあるとできない、スタートできないんで。そうですよね、はい、それがね、オリンピックレベルまで行くと本当にもう緊張感のね、その極度だと思うんですけどね、はい、もうちょっとしたね、なんか誰かの支え声とかもね、気になったらもうダメですね。そうですか、はい、自分の世界に入る、はい、そうですね、自分の世界に入ることは大事だと思います。そうですよね、はい、この先さらに記録を、まあね、塗り替えていくんだと思うんですけど、はい、大体どのくらいが飛べればなっていうのなんかあるんですか？もう将来的にはというか、ええ、もうここまで来たら棒高跳びの選手として6メートルというものはやっぱり絶対に超えていきたいなと思ってますね。アジア人で6メートルっていうのを飛んだ人はいないので、はあ、はい、100メートルでいう9秒台よりも価値のあるものだと僕自身棒高の選手なんで思ってるんで。なるほど、はい、ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。はい、続けてください。棒高跳頑張ります。はい、ありがとうございました。どうぞ。今回は棒高跳びを分析してきました。世界のトップで勝つためには助走路はスプリンター、そしてポールをついてからは体操選手のようにならなければいけないということがよく分かりました。さまざまな要素が高いレベルで、一致しないと高く飛べないんですね。今回は初めて棒高跳び私挑戦しましたけども、とっても楽しかったです。